ほらほら、チャージはやめてくれ、チャージだけはやめろ。チャージ来た、やばい、チャージが来てしまった。やばい、チャージやめた。やばい、チャージやめない、チャージやめながらチャージするっていうのが決戦陣のようです。チャージ来るか、チャージ来るか、あ、チャージ来るんじゃないのか。あ、やばい、チャージ来た、やばい、チャージ来ちゃった、やばい、チャージ来たらもう負けるってこれ。ああ、もうダメだダメだ、もう負けだ。いやいや、チャージやめた、チャージやめた。もうなんだこれ、ドリフみたいなのやめてくれ。はい、皆さんおはようございます、コニテです。今回もエンパイアトータルウォーをやっていきたいと思います。だいぶ前にこのファルマスメインを落としたところで、このエンパイアトータルウォー実況をやめていたんですね。それなんでか、まあ、2つ理由がありまして、1つはこの後ね、動画撮ってたんですけど、スペインに宣戦布告されてから、イロコイに宣戦布告されて、イギリス、イロコイ、スペイン、この3つの国を相手にすることができなくなったというのが1つです。もう1つ、私が入れてるダースモッドエンパイア、このモッドに使われているミュージックがどうやらスターウォーズから引っ張ってきたようなので、その異議申し立てによる、なんていうんですかね、そのどう対処するかというので、ミュージックパックを抜いて今から動画撮ってます。だからこれでおそらく問題ないはずなんですよね。あ、別にこの前の動画はね、消すとかそういう問題じゃないんですよ。気持ちの問題でね、動画消さなくてもいいって書いてあったんで、ただ収益化しようとか思うとそれはできないということです。じゃあやっていきましょう。ですね、完全に再現することはできないんですよ。アメリカ、多分ファルマスメインを落としたんですけど、落とすまでの過程はね、この前の動画とは同程が違うはずです。もうもはや記憶にないんですけど。で、さっきこのファルマスメインを手動戦闘で激戦を繰り広げ、なんとか落としたので、兵の補充やりましょう。今はお金2084ですね。これ、1部隊400だと。補充するならまず、歩兵だよね。このゲーム歩兵ゲーだからね。戦列歩兵を主役として扱ってるゲームだからこんなもんかな。でも金ないもんね。もうダメだね。ターン終了かな？これ直すか？直すべきなのか？どうなんだ？まだ直すべきではないか？いや、直すべきだろう。ここね、イギリスが襲撃してくるんですよね。厄介なんだよな。襲撃してくるのは、いいんだけど、防衛できないんですよね。海軍、イギリスの方が強いので、もはや捨てるしかないかな。相手の港を占拠するために陸からこう押していくのがベストなんでしょうね。ただ今現在そんな余裕ないんですよ。どうしようかな。まあ、ここはね、こう、増兵がいっぱいいるけど、守りきれますね。とりあえずターン終了だな。話進めてみないと、展開が読めないね。あれ、ちょっと、早送りしよう。向こうはね、こう、将軍を引き連れて、まあ、師団で行動するというよりは、一部隊一部隊をね、こう、広げてね、こうゲリラ戦みたいに展開してくるんですね。それも厄介なんですよね。一部隊だけで、州の、なんていうんですか？建物とか農場破壊されたりするのはね。農場破壊されれば、兵位置できなくなっちゃいますからね。ブルーンスウィック。まあ、場所。まあ、そこでしょうね。まあ、さっき落とした場所ですね。で、ユニット今どうなってんの？回復中。回復中、回復中。これも回復だな。全部回復だな。さっき戦闘で傷ついているので全員回復しましょう。で、また金がなくなっちゃうかな？ここも、ここ襲撃されてるけど、これ直したらまた襲撃しに来て、直した金もったいないって話になるからやめよう。襲撃される恐れのないのはこのニューイングランド同盟のボストンですね。あとここ。何これは？農場だ。あとここだ。
提督への昇進、提督のいない艦隊では艦長を直接昇進させることができますと。あ、なるほど。そうです、それやんないと。どれだ、これか、違うの、これか。ちょっと待って、わかんないな。違うぞ、これだな。そうですね、ローランド・カーナック五島戦列艦バリアント号、この艦長、ああダメだ、余計なことやっちゃって、この金ないよ。港は直すか。さすがに港はね、交易の要ですからね、ここは直しておかないと。スペイン、フランスと交易協定結んでますから、それが今我々アメリカの財源、生命線ですよ。やたらいっぱい来たな。あれ何なんだろうな、あの音楽の先生みたいのは。何何、我々は512、敵は752と1721だ。これ攻撃中止を押すとどうなるの。ちょっと待って、セーブしとこう。これ勝てないと思うんだよね。攻撃中止押してみよう。ああ、なるほど。来てしまったか。これだと敵は1925と548。我が軍は1187。ああ。これなんだこれ。これは上限。あ、セーブか、これ。これ外に出て戦いたいんだよね。これこもってても負けるからさ。これ難しいな。パルマスメイン落ちてしまうんじゃないだろうか。アメリカ独立への道は遠い。しかし、このパルマスメインを乗り切らなければ、アメリカ独立は成し得ない。なんとしても、ここは防衛しなければ。ここ防衛しなければ、あの敵の約1900の部隊がそのままボストンまでやってきてしまうわけだから、なんとしても勝たなければいけない。ただね、このゲームの。With time to prepare, line infantry units can dig trench earthworks for positioning during deployment. Infantry can use them to shelter from incoming fire. 城壁ないじゃないか。Conventional artillery fire, though they are still vulnerable to heavy siege guns, howitzers and mortars. あ、我が軍はね、ユニットの回復が間に合ってなかったんですけど、そのファルマスメインの駐屯部隊が来たのでなんとか戦えますね。まずこれ、第9市民軍歩兵連隊、駐屯市民軍歩兵、これが約300いますね。そしてこれ何ですかね、これ火縄銃武装市民、これ武装市民ですね。大した力はなさそうです。大した力はなさそうだけど、これがアメリカの先祖なんですよね。嫌な顔してるぜ。やろう。とりあえず戦力として使えそうなこいつら2人を、2人というかもう全軍でこの丘の方を制圧し、あ、丘に移動しよう。一旦村捨てて。この家を捨てよう。大砲がね、せっかくここにあるんだから、丘捨ててこっち来ようよ。それが一番いいんじゃないか。この300と、なんでここ置けないのよ。なんでここ置けないくせに、お前はこんなとこにいるんだ。置けないんだったらもう、この300と300で、これ置けないってさ、あるかい、そんなの。置けないんだったら、もうこの辺りでこうやって広く、配備して、残りで、敵どんだけいるんだろうね。それが問題だな。この700こうだな。こんな感じで使うしかないな。で、この68、約70。あ、700じゃないな。あれ70だな。もうここに配置して、あとは、これ、竜騎兵だよね。竜騎兵は、馬に乗って移動して、馬から降りて、マスケットで戦う、ちょっと変わった重兵ですね。機動力を生かして敵の背面攻撃を行うこともできる。使いづらいけど、うまく使いこなせば戦況を一変できることも可能なようですが、もう、我々は今、マスケット重兵があまりにも足らないので、竜騎兵をマスケット銃として使います。もう戦列歩兵として使いましょう。
で、このマスケット重兵はね、これ40しかいないからな。運用できないよ。まあ、とりあえず配置か。とりあえず配置かな。同じ理由でこれもこうやって配置して終わりかな。こんなもんか。将軍は大砲当たんないようにこう薄く並べておこう。薄くするだけで大砲なかなか当たんないんでね。このミニットマンは22。もう戦力外だよ。お前もう無理だよ。こんなもんか。行くぞ。敵は横一列に並んでますね。あ、やばい。やばい。大砲こんなところに置いちゃった。あれ？あ、まだいたんだ、ユニット、こんなに。ん？お、なんだあれ。おい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 。ちょっとやめたまえ。お前ら。なんだその戦術は。このクソみたいな。汚いことばっかしやがってよ、イギリスは。ほんとダメだ、もうお前らは。お前らはアメリカが正義の鉄槌を下す。とくと見たまえ。我々アメリカがお前らを潰してやるよ。もう兵撃とかやっちゃダメだよ。とりあえず大砲しまう。まだ大砲しまうところから全てが始まる。というかやんないと。もう無理だっつうの。これは、裏の部隊は、レンジャー部隊。これ強いな。レンジャー部隊。教団兵。敵団兵。あれ？これって。これってあれじゃん。教団兵だか敵団兵っていうのは、イギリス行進曲だよ。イギリス行進曲の、あれでしょ。ドゥルル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 のあの部隊でしょ。めっちゃ強い奴らがいっぱい来ちゃったよ。勝てるかい？なんで敵はあんなに強いユニットいっぱい持ってるんだよ。我々なんてもうクソみたいな奴らしかいないのに。マジミニットマンしかいないぞ。原住民マスケット重兵、ヘッセン人戦列歩兵、市民軍歩兵、敵団兵。あー、これ、モッドの影響かな。なんか敵やたらいいユニット持ってきてんな。これまずいな。これ騎兵だよね。じゃ、レンジャー部隊だ。お前らこう横にさ、使いたいんだけどさ。走ってくれ。もう、急いでくれ。戦ってますね。駐屯市民軍歩兵が戦いを始めました。そろそろこの大砲も使うかな。我々はね、この市民軍騎兵の運用が全ての鍵ですよ。これ失敗したら終わりだからね。こっちの市民軍はとりあえず置いとくか。これ登れないか。じゃあここ置く必要ないな。いかに早くこの背面を片付けるかどうかですね。背面片付けることできなかったらもう俺は負けだからね。これチャージできるんじゃないかな。あれ、これ決まったんじゃないの、これ。おいおいおい。あ、捨てがまり。捨てがまり来た。あ、あ、これいけるな。これ、任意射撃やめてくれ。よし。お前らもう整列し直してくれ。頼む。で、これで、これを送って、あと終わりだな。片付きましたね。意外にもあっさり、
意外にもあっさり片付きましたよ。これ任意射撃オンにしましょう。まあ、裏はもう大丈夫だろう、まあ、気にする必要ないよ。まあ、気にする必要ないって言ってもやっぱ一応見るよ。問題こっちだな今度はな。これやばいな、この量どうなってんだよ。もうもうわかる、もう見るだけでわかる強いと。これもやはりこの騎兵の運用が全てですね。これ登れなかったのが痛いな、ここな。ここ結局来ないんだから、ここいたってしょうがないんだよ。で、こっちまで移動させるか。早く騎兵片付けてくれよ。あと大砲ですね。やっぱ大砲ここにぶち当てるべきだな。なんとしてでも勝たねばならぬぞ。なんとしてもそのまま歩いてちゃダメだよ。もっと走ってくれ。上、後ろはどうなった？まだ片付いてはいないな。あー、この左翼まずいな。どうなってる？これなんだこれ。決戦戦列歩兵、これ強いやつだな。これ左翼持ちこたえられないかもしれない。これこっち向いとかないと。君たちがさっさと来ないとまずいよ。戦列を組み直そう。あ、思ったよりこれ兵いるな。とりあえず2列作れるだけありがたい。走ってくれよ。やばいよこれ。まずいって。これチャージしてくんじゃないの？チャージ来たよ。チャージが来てしまった。あ、ビビった。チキンレースで負けたよあいつら。ほらほら、チャージはやめてくれ。チャージだけはやめろ。チャージ来た。やばい、チャージが来てしまった。やばい、チャージやめた。やばい、チャージやめない。チャージやめながらチャージするっていうのが決戦陣のようです。チャージ来るか、チャージ来るか。あ、チャージ来るんじゃないのか。ここ、あ、やばい、チャージ来た。やばい、チャージ来ちゃった。やばい、チャージ来たらもう負けるってこれ。ああ、もうダメだ、ダメだ、もう負けだ。いやいや、チャージやめた、チャージやめた。うん、なんだこれ。ドリフみたいなのやめてくれ。ああ、ギリギリ、ギリギリ、ギリギリなんとかなってるっぽいのかな。これまずいな、将軍まずいな。何がまずいって言っても将軍がまずい。おい、アメリカ。あ、この市民軍騎兵戻さないと。あと1部隊。よし、帰ってこい。帰りたまえ、君たちは。あ、お前らなんかまずいことになってるんだ、1部隊。帰ってきたまえ。244だな。なんか戦列おかしくないか？戦列おかしくないか？これ伊藤だな。さっさと、さっさと修正しないと。このグレートブリテン、原住民マスケット銃兵は、これ原住民なの？いい服着てんなお前らな。将軍の突撃によって一網打尽にしましょう。戦列の組み直しを図りましょう。あれ、なんか勝てそうじゃね？なんかダメっぽかったけど、随分持ち直した感じはありますよ。それとどうすかな、どうすかな、マジで。これ任意射撃オフにしよう。とりあえず置いとくだけ。騎兵来ましたね。ただ疲れてて全然走れてないね。とりあえずここに置いておこう。もしこの目の前にいる駐屯市民軍歩兵、これが突撃に敵
のチャージによって交代するようであれば、後ろ詰めとしてこの火縄銃武装市民を配置しましょう。で将軍今どこ、どこまで行った将軍。まあ、将軍は大丈夫だ、勝ってるな。まあ、将軍戻すか、士気上げよう。ここに来て、射撃奥にしてるので撃たないはずなんですよね。これ撃っちゃうと味方死ぬんですよ、後者で。なんか撃ちそうな感じしますけどね、どうなんでしょうねこれね。掃除してるだけ、弾詰めてるだけかな、なんだこれ、弾詰めてるだけですね。これ仕事してるふりですね、これバイト中の俺だな、仕事してるふり。あの敵弾兵はこれ横から、あ、行きたいがダメだった。マスケット銃兵がいるな。これ市民軍騎兵ちょっと戻すか。これ運用難しいな。あ、将軍戻ってきたわ。おいおいお前行き過ぎだっつうのだから、戦線をそう維持しないとね。大砲は あった。あれ、じゃ大砲もうダメだ、大砲ぶっ壊れてるんだ。おい大砲ダメだ、もう大砲使えないわ。大砲が使えない以上敵を削るのは騎兵かな、騎兵使うしかないか。これどうするよ。相手はまだ大砲持ってるんですかね。これ大砲かな、違うな、なんか勝ってんじゃないの。もう何台で退却したんだろう。将軍死んだんかな、全然見てないから分かんないわ。ただ今がチャンスでしょ。歩兵じゃない、騎兵、騎兵前に出すか。あー出しすぎかな、とりあえずここに置いとくか。相手がまた交代するようであれば騎兵を狙おう、いや騎兵で狙おう。戻ってなんかもう帰っちゃいそうなんだけどね。あ見つけた、12ポンドヤホー。あれは潰さなければならないな。じゃあ前に出していくしかない。あの12ポンドヤホー以外はなんとかなりそうですね。あとここか、これ側面攻撃も狙おうかな。この敵弾兵は残り部隊100、101、もう切りますね。この非正規部隊原住民マスケット銃兵は144、ほとんど兵減ってないですね。おそらくこの遮蔽物に囲まれてるので削れてないんでしょうね。あ、どちらにせよね、我々はまだ士気崩壊していないこの大砲12ポンド野砲を狙いましょう。この12ポンド野砲っていうのはアルティメットジェネラルシビルウォーでも見ましたね。あ敵側面向いたな、これこっちの地方騎兵で側面狙いますよ。これ勝ったんじゃないでしょうかね。こっちもこっちでチャージ決まりますね。おなんだ、何やってんの、チャージだよチャージ。何だったんだ今の。死ぬまでにだいぶ時間かかったな。え、敵将軍が殺されたお前将軍だったんかよ、お前ただの大砲の砲兵だと思ってたら将軍だったのか。戦闘続けよう、これ敗残兵狩りがトータルウォーはかなり重要なんですよ。これはこうですね、でこれはこっちと。将軍も馬に乗ってるんで騎兵として使えるんですけど、ここはもう届かないな、マップの端ここだもんね、もう無理だな。
あとは枯れるだけ買って終わりにしよう。もう倍速だね。4倍速でいこう。これ4か？わかんないけど、多分4倍速だろう。いや、なんとかなりましたね。ダメっぽかったけどね。このゲームは手動戦闘でプレイすれば、だいたい倍の勢力は、倍の兵力はひっくり返すことできますからね。ダースモッドエンパイア入れてる場合ですけどね。バニラだったらどうなんでしょうかね。日本語ウィキ読んだところ、エンパイアトータルウォーを遊ぶ上では、まずこの、ダースモッドエンパイア、これを入れないと始まらないって書いてあったんですよね。つまりそれは、バランスが悪いということなんじゃないでしょうかね。バニラでプレイしたことがないので、これが、この状態が普通のエンパイアトータルウォーだと僕は思ってるんですけどね。ちょっともういいか。あっしょ。とりあえずセーブだ。行こう。10だな、10。よし。なんとかなった。で、次の戦闘行こう。これでファルマスメインは当分安泰なんじゃないでしょうかね。勝利。ヘンリー・クリントン、敵軍、出撃総数、出陣数、2473、損失1395。我々の将軍、ナサニエル・グリーンは、出陣数、1187、損失272。お前強すぎるな。英雄じゃないか。ミニットマン強いですね。イギリスの敵団兵もなかなかなんじゃないかなと思うんですけどね。海賊、フランス。スペイン。この時代のスペインは最強なんですよ。どこよりも早くアメリカ大陸を植民してきたわけですからね。メイン。この地域の食料生産ではこれ以上人口を支えられず、人々は飢えたり、外国へ移民したりしつつあります。農場と農業技術を改良し、この地域の発展を促進しましょう。なるほどね。もちろん植民地の人口の速やかな増加には取り組んでいるなら話は別ですが。はい、すいません。そんなのやる暇ないわい。直したいんだよね、この農場もね。マッチ。とりあえず直すか？金今いくらだ？ 5900。直してみよう。怪我は、これも直すか？これはなんだ？鉱山だな。鉱山いいなぁ。いいんだけど。これ今行くべきか？これ上からも来んだもんな。で、ここもあんだしな。で、この前負けた時は、スペインが我々に宣戦布告をして、色恋も我々に宣戦布告してきたんですよね。スペイン非常に友好的って書いてあるのにな。なんでこれで攻めてくんだろうな。よくわかんねえんだよな。我々は今、同盟国はいないですね。同盟結んどく？これセーブしとこう。わかんない。やめよう、やっぱ。次落とすならば、オルバニーですね。違うな。オルバニーとケベックを同時に落としていきたいな。その方がいいよね。あ、ダメだ。そうすると今度フィラデルフィアがある。これ難しいって。簡単かと思ったらそうでもないな。この当時の、このニューイングランド同盟の人たちは、どうやってここからアメリカ独立を成し遂げたんでしょうね。甚だ疑問です。ただまあ、今回の実況はここで終了しようかな。なんとかね、なんとか帰ってきたわけですから、こっからはね、もう毎日1日1本、エンパイアトータルウォーの動画を上げていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。